いつも大変お世話になっております楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します今回は2022年後半から23年の日米テック株を展望すると題しましてお話をさせていただきますいろいろ症状性がいろいろ動いている中でお話しいたします 今、レポート週1本、動画2週最低1本ですね、あるいは多い時に3本配信しておりますので、ぜひご覧になってください。本日、こういったメニューで見てみたいと思います。1時間いただいておりますので、最後の方のですね5分なし10分ぐらい質問のコーナーいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まずあの大体マクロの環境ですね、それから私といたしましたは、ちょっと長期ではやはりアメリカに注目しております、そこをやはりなぜかということですね、ここをお話ししたいと思います、それから半導体、大手 IT とゲーム、エンターテインメント、EV、今日このあたりをお話ししたいと思います。 で9月15日にもこういう株式セミナーがございます、ちょっと2週間後でありますので、あまり時間が隔たっておりませんので、それ以外のです、ね、例えば軍需であるとか、これ以外の銘柄についてはその時にお話ししようと思っております。今、ちょうど決算がとりあえず終わったところでありますので、 いろいろ今、まとめている最中のところでございますので、まとまったところからお話をしたいと思います。まずです、ね、アメリカ株式市場、一体これからどういうふうになるのかということなんですが、やはりそのインフレ、それから利上げ進行中ということであります、まあ、先般のパウ,レパウレル発言ですね、これ、利上げはとにかくやるということですので、この通り利上げになるんだろうと思います。 ウクライナ危機も長期化するということになりますと資源高も長期化するという可能性はあるんですがただ、原発再稼働ということになりますとですねエネルギー価格が下がる可能性もありますのでまあ下がるといっても今の水準よりもということですので昔に戻るかどうかというのはまた別なんですがただ、それはあの相場にとってはまた別の意味を持ってくるだろうと思います。 で依然性を22年、23年のアメリカというのは金利上昇の時代だというふうに考えておいたほうがいいと思いますあの。22年の後半にですね利下げがあるというような話は多分これでなくなったんだろうと思うんですけれどもただ23年の後半に利下げがあるという話はまだ生きているかもしれませんのでそのあたりは柔軟に考えておいたほうがいい,といいだろうと思いますで。問題はその半導体関連株株中心にハイテクロス株 これが金利上昇を織り込みつつあるのかどうかということでありまして、私は結構織り込んでいてるんではないかなというのが、私の意見でございます。あの数字見ていきますけれども、これ、アメリカの政策金利でありますして、急速に上昇しているということでして、9月下旬に FOMC ありますけれども、まあ、どういう結果になってくるのかということです。 はい、であのこれがアメリカの10年実質金利ですね、10年の赤が10年の国債利回り、それからブルーが期待インフレ率、それ,でそれから差し引きしたものが10年実質金利ということでありまして。 やはり1回、ですね大きく上がって、名目金利、10年国債の利回り、大きく上がって下がったんですが、また最近上がり始めたということなんで、これやっぱり半導体株にとってはマイナス材料だろうと思います。やはり毎月のこのアメリカの消費者物価指数ですね、この伸びにはもう注意しておくしかないということであります。 実あのアメリカの成長率を見るとです、ね、見かけ上は実はマイナスになっておりますのでい、いわゆるテクニカルリセッションに入ったということになるんですが、実はあの昨年の10、12月期の数字がちょっと強すぎたという面がありまして、まあ、その反動なのかなというふうに思います。でえー、こういうふういふに GDP 少なくとも,とも FRB はアメリカが不況に入りつつあるというふうには全然思ってないみたいなんで、えー、要するに、まず雇用が強いということですね、えー、おそらくそういうマーケットの中にある期待と FRB が見てるものとが結構違う面がありますんで。 そこが多分いろいろマーケットの中で混乱を生じているんだろうと思います。はい。その結果ですね、こういうフィラデルフィア半導体指数、足数なんですけれども、また下がってはきたんですが、ここでですね、だいたい7月上旬にこの2458ポイントというところ。 これででででをつけけて1回トトンンポイントまま上がったわけでありますで他の主力半導体株もみんな上がったわけでありまして一番上がったのがです、ね、30%以上上がっている銘柄もあります、えー、主力ですとだいたい平均すると2割以上あの7月に上がりました、えー、目先の利いた人たちにとってはいい稼ぎになったわけでありますのでそうすると一回陸ってもおかしくないということになります でそこに今回の結構強いパワフル発言が来たということでありますんで、まああので一方で,です、ね、これから業績の話いろいろいたしますけども、えー、業績はスローダウンはしてるんですけどもじゃあめちゃくちゃ悪いかというと決してそういうわけではないということであります。 その各々の主力半導体株、AMD もそうですし、NVIDIA もそうですし、例えばオンセブコンダクターのような銘柄、基幹部分はしっかり成長しているということです。これは他の IT 関連株を見ても、やはりそういう傾向が見て取れるわけでありまして、そこはやはり重視していきたいというふうに考えております。要するに業績の今の今立ち位置ポジションファンダメンタルズ等を 株価の位置、それから PR 等のバリエーションですね、これと比較、検討してみる必要があるということであります。そういう意味では、あの丁寧に1銘柄1銘柄、ちょっと見ていく必要があるし、それから投資するときにですねあの、分散投資は当然なんですが、あの要するにセクター分散、銘柄分散は当然なんですけれども、時間分散ですね、要するに買うときに一度きに買わない。 えまあ例えば3か月、6か月、場合によって一1年ぐらい、会話を探しながらじっくりとポートフリオを構築すると、おそらくそういう姿勢が重要なんではないかなというふうに考えております。 これはアメリカの FMC と消費者物価指数の発表スケジュール、それから GDP の発表スケジュールなんですが、ああの次の焦点は9月20日21日と、8月は FMC ありませんので、そういうふうになります。その前に9月13日に8月分のアメリカの CPI ということになりますので、またこのあたりは要注目の日になってくるだろうと思います。 でこれ毎回毎回そのお話しているんですが、なぜアメリカ株に注目するのかということです。え要するにです、ねあの、これ、私が今見ているあの日本株、この5銘柄になってしまいましたけれども、東京エクロンアドバンテスト、レーザーテック、ディスクスクリーンホールディングスということなんですが、これを全部百貨物買うと約 1, 万、約1100万円と。 いうことにななるるわわけけでですすね、まあ、結構なお金がかかるわけです要するに日本株の現物をですね買いたい放題買うということになると、まあ、いくらでもお金がかかるということになりますところがアメリカは一株で投資できるということでありまして私が一通り見ている銘柄をですね全部リストアップして一株ずつ買っていても大体たい これ手数料抜きの話ですけども、70万円ぐらいで済んでしまうということです。えー、要するに、えーまあ、10万、20万から始めてもいいですし、それからあの、これはアメリカの人たちがよく、アメリカの個人投資家の人たちがよくやってるわけですけども、えー、毎月ですね、えー、例えば日本人だと、えー、毎月一定額を必ず貯金する人は多いわけですよ。 その一定額を銘柄に回すという考え方であります一株あるいは場合によっては二株やはりその数千円から数万円で買えるわけですからそれを積み立てていくのも自由ですしいろんな銘柄を買っていって適当なところで売るのも自由ですそれははっきり言って個人の自由ということになりますけれども えー、そうやはりそのポート類をちゃんとしっかり組むということですね、それから一度きに買ってしまわないということです、これがそのアメリカ流の投資のやり方ということです。もちろん日本のようにです、ね、大きなお金を短期的に投じて短期で売り抜けるというやり方はもちろんあるんですけれども、結構サラリーマンの人がやってるのはこういうふうな中長期、大体いい10年、20年、30年ぐらいで、 資産形成をやると大体うまくいってリタイア体数前あたりに数億円さらにうまくいくと日本円換算で10億円とか20億円ぐらいの資産が入るとそれはなぜかというとですねこういうふうななんでポートォリオを組むのか分散投資をやるのかこれはまずリスク分散です分散投資というのはあ大体2銘柄から分散効果が出るんですけども、まあ、20銘柄30銘柄 ああ投資するとですね分散効果が非常に大きくなるということがまあ理論的にも実践的にも実務の面でも立証されているわけですでもう一つは収益の追求です、えー、要するにアメリカはやっぱりテクノロジーの本場であります世界のテクノロジーの中で最高のものがあるわけですそうすると世の中に目立ったものが出たときにとりあえず買っときたいということをですね、えー、なんで目立ったものが出たときにとりあえず 数千円とか数万円を出して買ってみるということです。で、それがもし値動きがいいようだったら、毎月のその投資枠、まあ例えば一万二万だったりしますし、三万四万ということもあるでしょうし、そその中から買っていくということです。あのこういうやり方がアメリカは通用する。それはあのアメリカは機関投資家向けに機関投資家が できる投資法のほとんどすべてを投資家向けにできるように制度設計しているということです。で、日本はその制度設計ありませんので、あの大変です。正直言ってですね、株買うの本当にその覚悟がいると、特にハイテク系の値下株、東京エレクトロンをですね、個人投資家さんが買うとすると、現物で買うとすると、本当にやっぱりある程度の覚悟がいると。 アメリカはそんんな覚悟を入れません要するに投資というのはもっと柔軟にやっていいと自由にやっていいということです自分の好きな銘柄を自由に買えばいいんですということですこういうふうな制度設計がもちろん自己責任の世界なんですけれどもこういう制度設計がちゃんとなされていてしかも投資家向け企業が上場企業が機関投資家向けに公開した情報は個人投資家向けにすべて公開しないといけない。 これ、公正開示規則といいますか、これが厳格適用されているということであります。ですから、勉強は必要なんですけれども、ちゃんと勉強さえすれば、ですねあのマーケットでその企業がどんな行動をしているのか、ご自分で学べるということであります。まあ、こういうことで、かつ言いますと、アメリカにはとにかく金が多いということです。 えとこの3月末のアメリカの個人金融資産、111.5兆ドルということです。当時の為替レートが1ドル121円でありましたので、一計3500兆円というのが個人金融資産、うん、アメリカの個人金融資産です。今の為替レートですと、一計5000兆円ということです。で日本は同じ時期に2000トンとびとびの5兆円ということです。 要するにお金の額がもう違いすぎてですね、比較にもうならないんですよ、日本とアメリカでは。なんで、アメリカ株というのは、下がるときにも結構下がるんですが、上がるときにはみんなでお金出して買いますから、重きし上がるということですあ。あとはやはり成長力です。日本経済はもうほとんどゼロ成長、アメリカ経済の成長力というのは今も強いです。それからハイテク資源、エネルギー、何でもあるということと、あとグローバル展開ですね。 これが進んでいるということですので、もうそろそろですね、アメリカ株を主軸にすると、あの少なくともそのハイテクグロース株をハイテク株に関心が終わりなんだったら、アメリカ株を主軸にしてもウいンではないかなと思います。要するに日本のハイテク株一株あ百株で百万円する銘柄少なくないわけなんですけれども、百万円あるとですね、例えば 1>, 1銘柄、5万円ずつ買ったとしても20銘柄、10万円でも10銘柄買えるわけです。可能性が変えるということなんで、やはりここはちょっと考えてみてもいいんではないかなというふうに思います。ちょっと時間が経っちゃいましたけれども、まず半導体関連ということでお話をしたいと思います。で、さすがにですね、3月の下旬からの上海のロックダウン。 それからウクライナ戦争資源高ですねそれによる景気の減速そういうものをやはりのデバイスの世界もある程度はやはり受けてきたとこういうふうに言えるだろうと思いますこれあの世界半導体出荷金額の3回水道平均であります勢いよく伸びているようには見えるんですが実はですね単月ベースで見てみますと そう勢いよくどんどん伸びているというわけではありません、6月なんで、6月の数字を見てみますと、3月よりも下回っているということです、えー、前年比でいうと、これが9.3%増ということで、一桁増になってしまったということ、特に最大需要地のアジア太平洋ですね、ここが大きく減速してしまっているということであります。 まあこのロックダウンの影響が長引いているということと、やはりサプライチェーンの混乱というのが、やはり少し長引いているということです。一方で、アメリカは相変わらず22.8%ですね、こういうふうに伸びているということなんで、アメリカの伸びというのは、やっぱりある程度、堅調だと、順調だというふうに申し上げていいだろうと思います。 それからハイテク系と汎用半導体とどっちがどうなのかということなんですがこれ、TSMC の月次売り上高であります。7月まで出ておりますけれども7月が前年比49.9%増ということで過去最高を更新したということですで。ハイテク系は実は生産能力はかなりあのハイテクというか最先端の半導体ですねだいたい今77の5ナノです。 でかなり生産力がついてきておりますので、実は他の部品、ですね半導体と限らずに、例えばソケットとか、ですねそういう樹脂系の部品が今足りないというふうにみんな言ってるんですけども、そういう部品が足りずに、あるいは半導体でも結構そのレベルの低い、どこにでもありそうな半導体が実は足りなかったというふうなことなんで、例えばスマあのサーバーが作れないとか、ですねパソコンでも上位,上位機種が作れないとか、 そういうことは出てはいるんですけどもただそれでも何とか調達して作って業績を伸ばしている会社もありますのでそういう意味ではこの TSMC のですね生産能力がやはり上がってきているということはこういうハイテク経済全体にとってはプラスになっていると考えてよろしいかなと思います。 で一方でですね、やはりその企業の優勝劣敗というのがここに来てやはりクローズアップされてきているということですこれはのいつもお見せしている Intel AMD NVIDIA それから TSMC のハイパフォーマンスコンピューティング向けの売り上げとかドルベースでありますハイパフォーマンスコンピューティングと言い,いますのはサーバーパソコンゲーム機そういうコンピューター系の 向け先ですねこれを合わせたものでありますでこの468機が50.7%増引き続きやはり好調に伸びているとでこれを受けて AMD が70.1%増になったとただまあ NVIDIA の場合ですねあのゲームゲーミング用の GPU ですねまあこれ仮想通貨のマイニングが入ってますんでこのマイニング市場が今相当やられてますんで あのー、そこで3%増になったんですけれども、えー、データセンター向けは依然として伸びが続いているということであります。そういう意味では、この AMD、NVIDIA というのは、ですね基幹事業は基本的にやはり強い状態が続いているんですが、インテルは一体どうしたんだと、22.0%減ということになっていると。 いうことですでこれですね、あの1年前までは揮発機メモリーの事業がありました、インタビュー、難読ですね、難読によく似たあ揮発性メモリーをやってましたけども、それを売却しました、あこ,れでこれがまあ1つ減少要因になっているんですが、実はパソコン向けも、サーバー向けも減少しているということであります。 でパソコン向けはどの CPU メーカー、GPU メーカーを見ても減少はしています。しかしサーバー向けは決してそこまで減少してません。AMD も NVIDIA もサーバー向けは強い状態が続いている。じゃあ、なんでインテルだけがそうなっているのか。えー、彼らはやはり顧客数が多いんで、えー、彼らはですね、えー 部品が整わずにサーバーが生,あの生産できなかった業者、あのユーザーが出てると、お客さんが出てると、そういうふうには言います。ただですね、私自身はひょっとしたらですけども、インテルから客離れが起きてるんじゃないかなということを、これも実は感じております。 それなんでかというとこれが X86 系 CPU の市場シェアです要するにインテル互換の市場シェアですね、えー。傾向的にインテルというのはシェアが下がっていているこの中にはパソコンそれからデスクトップパソコンノートブックパソコンそれからサーバーあとゲーム機向けのカスタマイズこういうものが全部入っているわけなんですが。 全部トータルして CPU のシェアがこれだけインテルは落ちてきているということであります。それからこれがはっきりと稼ぎシェアなんですがサーバー用 CPU であります。こちらのほうもインテルはやはりじじじじとシェアを奪われていっているということです。で えー、ここでですねやはりちょっと気をつけとかないといけないのはもし本当にインテルから AMD に客離れが起きたとするとはっきり言ってインテルのを受ける損失は計り知れないで AMD の受ける利益も計り知れないということになりますそれはインテルというのは我々が暮らしているこのハイテク経済を作った会社の1つですハイテク経済の中華企業の1つです。で当然 お客さんの層は非常に厚いですところがですね、AMD の CPU を採用している、採用した EPIC シリーズという非常に優秀な CPU を AMD は持っているわけですけれどもその採用、それを採用したユーザーがですね、c o d e g 大手のクラウドサービスの会社なわけです。マイクロソフトもそうだし、Google もそうですね。 そういった CPU メーカーにとって大手顧客が AMD を採用している、これはですね、主にいつまでたっても生産能力が拡大しないインテルに、ある程度やはり見っ切りをつけて、バックに TSMC がついてる AMD の方を選ぶと、軸足を移すと、まあ、そういう人たち、企業が出てももうおかしくないのかなということです。 もしそうであればです、ね、これ AM D、AMD、もちろんパソコン向けの不振というのは、AMD も同じでありますので、そこでどうしても市販機ごとの業績の波は出てくるんですが、むしろ中長期で、インテルの市場を食って成長するということ、これがちゃんとできていけるんではないかなというふうに思うわけであります。 それから GPU のシェアですね、これパソコン向けの GPU ですけれども、これはやはり NVIDIA がもう圧倒的なシェアを持っているということです。で、パソコン向けの GPU については正直言って、市場はダメになっていっています。あのうん、要するに仮想通貨向けのマイニング市場がおそらくはほぼ壊滅してしまったということとで,ですね。 ゲーミング向けは NVIDIA はまだ強いというふうに言ってます、要するに純粋なゲーマー向けの GPU、強いとは言っているんですけれども、ひょっとすると巣ごもり需要の終わりですね、やはり今、映画が始まって、それから劇場も空いてきて、それから音楽ライブもやるようになっているということを、ね、こういう状況で、あるいは旅行に行く人もアメリカ、増えてきていると。 こういうことででありますんでそういうことになりますとやはりあのゲーム向けはやはりそうは大きな期待というのはできないんじゃないかなとただ一方で、えー、クラウドサービスのようなデータセンター向けですこちらの方は実は NBD はですね新製品を出しました H100 という新製品ですね基,盤となる基本となるボードの価格が475万円という。 今、大ヒットしている A100、これが最低価格が130万円でありますから、えらい高いボードになります。で要するに、ハイパースケールと言われているようなあの超大型データセンター、大抵、今ここで、例えばそのネット通販業者ですと、お客さんに対するレコメンデーションシステム、これを駆動するわけです。 えー、あるいはネットフリックスのような動画配信サービスですとこれも AI を使っているレコメンデーションシステムというのがあるそれから音声の自動運転システムですねでそういうのを今あの AI を使ってやるわけですがその駆動というのはあ GPU がいいわけですねで実はこういうふうな AI の駆動はほんの10年ぐらい前まではです、ね、CPU もやってたんです。 ところが2010年代ぐらいの初頭ぐらいに学術系の論文が出てこういう複雑な AI による推論のプログラムを動かすのは CPU GPU よりも G の方がいいいんだととうことになったわけです。でそこから実は GPU を駆動して AI を動かすというそういう動きが急速に広が広まってそれが NVIDIA の大きな成長に結びついていったわけです。 この成長は今も続いてます要するにその大手の通販業者も大手の動画配信業者もそれ以外の広告業者もですねやはり競争があるわけですから優秀な AI を優秀な GPU を使ってフル稼働させて顧客サービスをやるとこれがまあ今企業競争の企業間競争の 大きなポイントになってきているということでありますのであの足元で,です、ね、クラウドサービスも投資を手控える動きがあるんじゃないかという話も出てはいるんですけどもそう大きく減速することはないんじゃないかなというふうに私の方では今のところ考えております。 それからもう一つ設備投資をどう考えるのか、半導体設備投資をどう考えるのかということです。TSMC なんですけれども、今年の年初に400億ドルから440億ドルと言ってきた設備投資計画、これを約400億ドルということで、まあ、実質的には下方修正しました。 ただこの理由というのは製造装置が部品不足で納入できない調達が難しく予定通りの調達が難しくなっているということでありますですので、まあ、その分はおそらく来期ですね23年12月期に国の便になっていくだろうと思いますで一応今のところはですね TSMC の優位性というのは全く 限りりというのはありませんで問題がインテルでありましてインテルは設備投資計画下方修正しました270億ドルと言ってたのを230億ドルというふうに言ってますでこの理由はですね230億ドルで今予定している設備投資の能力増強は十分できるというのが分かったんで減額するということであります。 えー、ただ、まあ今、今期の設備投資計画はです、ね、これでいいかもしれませんが先ほどお見せしたようなインテルの減収大きな減収というのが今後も続くようだと、えー、果たしてこの設備投資にあの200億ドル以上の設備投資というのが果たしてできるのかどうか続くことができるのかどうか。 これはやはりちょっとですね考えてみないといけないえつまりインテルがひょっとしたら脱落するこういうふうな設備投資競争から脱落する可能性があるんじゃないかとこの疑問というのは持つ人が出ても当然だろうと思いますま。もし仮ににそうなった時には この半導体設備投資の競争というのは TSMC とサムソンの2つの会社でやるということになるんですが実はサムソンのですねこの紙あの1月から6月までの設備投資約 20, 20兆ウォンぐらいだったと思いますけども下期はそんなに無理しないというような意味の発言をしております要するに合理的に考えると。 一つにはですねそういう意味で言うとですね D ラムの設備投資というのは今下方修正になってきてますけれども今年22年12月期についてはこの半導体設備投資ロジック系はまだいいんですけどもメモリー系がどうも予定通りにいっていないと。 いうこ,とこれがありますのでやはり少し警戒気味に考えておかないといけないのかなということであります。というのはですね24年にアメリカで3件大型の大体5ナノクラスの工場が観光しますでインテル TSMC サムソンおのおの1軒ずつです。 それから25年にこれもアメリカでインテルがもう一件ファンドリーですね受託生産用の工場を稼働しますということなんであと25年の年末から TSMC が2ナノの生産を始めるということでありますんで232425等を 高水準の設備投資は続くだろうと思いますただ、高水準なんですけども大きな伸びがあるのかどうかはまたちょっと別の問題でありましてこれ、ですね大手,の大手3社の半導体設備投資計画を合算してみましたけども21年は税年比46.3%ということに大変大きな伸びになっているわけです。 ところが23年12月期これは TSMC の計画とインテルの計画とそれからあのえっとサムソンのこれウォンベースをドルベースに直して私がまあおそらく横ばいぐらいだろうということで予想してみたものこれを合算いたしますと980億ドルこの水準そのものは三社の高らか,か3社の設備投資としてはとてつもなく大きいんですがやはり伸び率は低下していくと。 でこの分だと来年も伸び率はひょっとしたら低下するんじゃないかというふうに考えております。あの東京エレクトロンのようにですね来年も伸びると半導体設備投資は伸びるという会社もあるんですが例えばスクリーンホールディングスのように来年は横ばいかもしれないひょっとしたら減るかもしれない、えー、そういうふうに言ってる会社もちらほら出てきておりますのでちょっとですね半導体設備投資の 会社については半導体製造装置の会社についてはちょっと注意が必要になってきたのかなというふうに考えております。ということであのどういう見方を当面すればいいのかということですまずです、ね、先端分野から汎用まで設備投資そのものは強い設備投資が続いていますので生産能力は確実に増強されています。ですのです こ,ういうこの生産能力を使ってやはりいい製品を作るとういう会社ですね要するにトップクラスの半導体メーカーにとっては決して悪い環境ではないということですそういう意味では AMD、NVIDIA あとオンセミコンダクターのような後でお話しますけどもパワー半導体に非常に強いこういう会社に注目してみたいなというふうに思いますで。半導体設備投資については 高水準でではははあるんですけども伸び率率変化率はやはり鈍化していいいくううというふうに思いますで鈍化しきったあとはまたあ増えてくるかもしれませんので伸び率が上がってくるかもしれませんので、えー、そこはあ長期ではですねまだ決して半導体製造装置の市場が悪くなったとは思ってはいませんけども、えー、短期的にはですねやはり23年は要注意だなというのがあ私の本音であります。 こういうふうにアメリカで金利が上がっていくということになるとやはり一般的に設備投資というのは金利に対してはネガティブ,に敏感でネガティブな方向に敏感でありますので要するにマーケットの中でも株式市場の中の見通しとしてです、ね、そういうふうなネガティブな見通しが出てきてもおかしくない、まあ、今出てきていると思いますけれどもそういう意味では半導体製造装置メーカーに対してはちょっともう慎重に考えておいた。 方がいいいだろうと思います要するにですね比重としては半導体デバイスメーカーの方に投資の比重を置くということですねこれを考えていいんではないかなと思いますただ製造装置メーカーの中で何かあるのかということなんですがやはりこの EUV の装置の需要は非常に強いですそれはやはり7ナのか7ナノ5ナの3ナノ これを経済的に生産するにははっきり言って EUV 旅行装置がないとできません。特に5ナノ、3ナノは EUV 旅行装置なしには全くできませんということでありまして、そういう意味で言うと ASML ホールディングス、それから EUV 用のフォトガス欠陥計算装置やっているレーザーテックですね、この2社には私は長期投資の見込みはあるだろうと思います。で 安いところを狙っていくということはいいことなんではないかなと思います。あと設計需要は結構好調です。かなり強いです。で一つにはですね、あの設計する半導体設計をする会社が増えているということです。あのファブレスそれから IDM、インテルのような垂直統合型の企業、こういった企業だけではありません。この何年間かの間にですね。 マイクロソフトこれがあとアマゾンもそうなんですが自社のサーバーで使う半導体そのインテルが作ってるようなあんまり必要ない機能もいっぱい入れた半導体ではなくて割に軽めの安めのサーバー用の CPU。 これを作る動きですね、まあ、こういうものが、こういう動きが出てきますと、やはりこの設計需要というのは多くなってくるわけであります。あのこういう面から言うと、EDA、ロジック半導体設計システムの会社、まあ、大手はシノシプス、それからケーデンスデザインシステムとすると,ということなんですが、このあたりは引き続き注目していいんではないかなというふうに考えております。はい それから AMD の業績見てみますと第2四半期ですね売上は70%増ということで大変好調だったんですがザイリンクス2月にロジック半導体メーカーのザイリンクスの買収が成立しましたあの正直言ってかなり高い値段で買ってますんで無形固定資産との連帯が結構膨らんでいますそのうち無形固定資産の償却ですね これがあったんで大幅減益ということになったんですがもしこの消却がなかった場合には80%以上の増益になっておりますんで基調はやはり非常に強いと考えておいていいだろうと思います。で MD の業績予想なんですけども、まあ、今期についてはですね営業利益が下方修正ということで、まあ、これ仕方がないんですけどもあの来期についてはですね ちょっと前回、私がお示した数字からは下方修正にはなっています。これはパソコン向けの下方修正ですね、やはりパソコン向けが良くないということなんですけれども、エピクシリーズはじめとしたあのあのサーバー向けですね、こちらの方は順調に伸びているということです。 それからですね、22年の後半からなんですが、これ、第3四半期になるのか、第4四半期になるのか、まだ分かりませんけれども、5ナノ CPU を、えー、最初はデスクトップパソコン、それから来年にモバイル PC ですね、それから今年の後半に、データセンター向けも5ナノベースの CPU を出します。 それの上位版を来年相次いで出すということでありましていよいよ AMD は5ナノの中に入っていくということです。最先端は3ナノなんですが3ナノはまだ量産体制が十分整っていません5ナノはとにかく生産力の規模が大きいんでたっぷり供給できるということになりますんでこのあたりは AMD の注目点だろうと思います。 まあ、あのこれ見ていただくとですねデータセンター向けが大変好調に推移しているとそれからクライアント向けこれパソコン向けですけど、まあ、まあの伸びですただゲーミングですねこのゲーミングの中にゲーム機向けプレイステーション5とか XBOX が入っているんですがそこはいいんですけども通常のゲーミング向けあのゲーム用パソコン向けこれがダウンしてしまっているということです。 ある程度は仮想通貨のマイニングの需要が、ここもおそらくあるはずですので、そこがダメになっているということはあるだろうと思います。ここが今、一つネガティブな点です。一方で、ですねこのエンベデッド組み込み半導体、これがザイリンクスの事業であります。見ていただくと、ですね大変利益率の高い事業になっているということです。これ,これからどんどん増えます。 というのはですねザイリンクスって非常に優秀なロジック半導体を作っているわけですけどもあの需要は非常にいいわけですねで AMD が今自分のところの TSMC の生産枠を少し分けて増産しているみたいでありますあの利益率が非常に高いんでそうやった方が AMD にとっては、えー、あのメリットがあるとあとはの。 必ずしも1桁ナノ台の半導体ばかりではありません、あの10ナノダイもあります、そういう場合はグローバルファンドリーズの生産枠をおそらく少し分けてるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう動きもこれから注目しておいていいんではないかなと思います。はいえー、それから次にエヌビディアでありますけれども、えー、今期大幅減気というふうになりました。 えー、ここがですねやはりもうレポートをお読みになっていただいた方はもうご存じのとおりですけどもゲーミング用の GPU が相当打撃を受けた売上が減ったなんで流通に対する出荷を大幅に削減したということですで、えー、っと在庫引き当てのための引き当て金ですねこれを積んだということですそれで大幅減益になったということです で今後、ですねおそらく来季になるだろうと思いますけれども、新しい価格体系でゲーミング用 GPU の新商品を出しますで、それで市場を1回全部チャラにして一新したいというのが会社側の考え方であります。で,ですので、あの第3四半期も大幅減収減益が続くと思いますけれども、営業利益については第2四半期がとりあえずそこになるかなということであります。 でこれが業績予想なんですけどもこれ暫定値でありましてちょっと移動があります、えー、私がレポートに実際に書いたのはですねあの今期23年1月期については若干少し抑えめ来期については少し強めということで書いておりますので、まあ、改めてご覧になっていただくといいかなと思います。 でこういうふうにです、ね、ゲーミングが第一四半期に比べて第二四半期数字が減っているということですで。データセンターは伸びてはいるんですけれども実は中国向けが減ったアメリカ向けは増えているということですで中国向けはです、ね、これデータセンターというのは投資をあまり手控えていくと競争力がなくなっていきますのでいずれは投資を再開するだろうというふうに考えられます。 このデータセンターでは先ほど申しましたように、H100 へと新製品です、これをおそらく今年度の第4四半期、11、12、来年の1月までの3回で月間、ここで出荷開始になるだろうと思います。かなり高額な商品であります、今、フル生産しているというふうに言ってますんで、これがどの程度収益企業があるのかということですね、ここが注目点ということになります。 それから温泉線線コンダクターでありますロジック半導体のメーカーですあの非常に標準的なあのロジック半導体のメーカーなんですがもうご覧いただくようにです、ね、ずっと好業績が続いているということですで第三四半期若干スローダウンということはあるかもしれませんけれどもそれでも高い伸びが続いているということでありますでこれ通期ベースでですね見てもですね。 結構高い伸びこれが今期これ12月決算ですけれども22年12月期それから23年12月期ともに続いているということでありますこの会社は何をやっているのかというとパワーハンドタイですパワーハンドタイの世界第2位の会社でありますここが一つの注目点もう一つの注目点はイメージセンサーで世界第6位の会社であるということであります これ見ていただきますと、このパー上の段のパワーソリューションズグループですね、これの伸びが傾向的に非常に強い伸びが続いている、で一番下のインテリジェントセンシング,グループ、これがイメージセンサーであります、これも強い伸びが続いていると、今、ですねパワー半導体というのは脱炭素、それからこれ、エネルギー高いですから省エネです。 ここにももろに需要が来るわけでありまして、えー、さらに温泉の場合温泉みっていいますけれどもあのパワー半導体の中でもこれ高性能品である単価,単価系層ですね SIC これの設備投資を今どんどん進めていますでこの SIC ベースのパワー半導体が来年から本格出荷されるということになりますので来年はさらに楽しみな業績になってくるんじゃないかなと思います。 で分野別の見ますと自動車と産業向けここが好調です。自動車の場合電気自動車です。電気自動車にはパワーハン体大量に使います。それからですねあの自動運転が流行りになってますんで何個もそのイメージセンサーを使うということになりますのでこの自動車向けというのがこのパワーハン体とイメージセンサー両方使うということになります。それから産業向けも同じように えー、パパワー半導体を使うということです。で、その他の分野が何かというとですね。スマートフォンとかパソコンですえー、こっからは実は今撤退を進めてます。撤退を進めてますんで、売上の伸びが20%台というのはあそういう意味であります。まあ、そういうあの撤退を進めてますんで、利益率は傾向的に良くなっていくということです。それから、先ほど申し上げた設計需要ですが、あシノピスということになります。あの 市販機ベースで,ですねかなりふやつきがある会社でありますけどもあのこれ、研究開発費を強みに出すとかそれからあのハードウェアの比率が高くなったりするとですね利益率が悪化したりそういうことになるわけなんですがあの年度ベースで見ると結構高い業績,伸び業績の伸びそれから利益率の向上が見られるわけであります。 PR は高いのは以前からです。これはあの希少性です。はっきり言って、世界にこのまともにロジック半導体の設計ができる会社っていうのは、シノプス、ケイデンス、それからシーメンスの子会社で、シーメンス EDS であります。これ、昔、メンタルグラフィックスで言われてましたけども、未上場会社です。この3社しかないと。この上場企業は2社しかないと。 ということで半導体のポートレーを組むんだったらシノプスが懸念す必ず入れときだという投資家さんは多いということであります。はい、あとですね昔の設計図や最新のいろんな半導体に使える設計図も売っているとこれが今商売の種になっているということです受注剤今大変高,高水準ということになっております。 あと ASM l ホーディングスなんですが、えーっとですね、これ、業績よりも、この受注出あの、出荷と販売台数ですね、販売台数はあの研修というのがあります。えー、要するに、相手の <laughs> 工場に据え付けられた EV 旅行装置、あるいは他の露光装置をチェック動くかどうかチェックしないと、えー、売上に計上できません。 で出荷台数の方がこの会社の勢いを示しています。第二四半期用の解析の出荷台数14台でありました。過去最高です。こういうふうに出荷台数が傾向的に伸びてますので業績としてはですねあの会計上の理由で四半期ごとの決算がフレるということはあるんですが傾向的には決算はいい方向に向かっていると言っていいと思います。それから ASM ホールディングスがの受注が えーっと4、6月期、過去最高更新しているということです。EUV も過去最高更新しているということなんで、大変強い需要が続いているということです。でこの強い需要というのが、レーザーテックも同じように強い需要が続いているということです。要するに EUV を使った、EUV 項を使ったフォトマスク関係検査装置中心に受注が拡大しているということであります。 まあ、あの今年度、今年もです、ね、3000億の受注があるというのが会社の言い分でありまして、そうなありますと、受注算が5000億を超えるということになります。向こう2、3年でこの受注算解消ということになりますので、会社としての成長は大変高いというふうに考えてよろしいかなと思います。ちょっと駆け足でし申し訳ないんですが、次、マイクロソフトなんですが、業績はやっぱり鈍化してます。 ただ、ですね、えー、と今すぐでないんですがちょっと会話を探してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。えー、続きで見てもですねおそらく回復するのがですね、えー、来年度ですね、23年の後半ぐらいからになるだろうと思いますので、まあ、今すぐ買わねばならんというわけではありません。ただ企業の DX 投資は依然ととしてて続いているなと いうのが数字から見て,ておりますそれはどういうことかというと、真ん中のインテリジェントクラウド、Azure というクラウドサービスですね、こ,のこれが入っている部門、第4四半期ここを6月決算ですが、第4支援期20%増ということになりました。 あのいろいろコスト増やドル高の影響がありますんで営業増益率は鈍化はしたんですけれども Azure だけ伸び取り出すと40%増というのが続いているということでありますあのまだまだ DX の需要ですねデジタルエスシェンジの需要は欧米中心に強いということですそれからですねこれ決算が出たときに実は注目された数字なんですが前置き収益というのがありますこれですねマイクロソフトの場合1年分の サービスのお金をその1年前に受け取るというそういうサービスが多いんです。アジュールもどうもそうですしそれから法人向けの XBOX365 があります、XBOX ではない、すみません、Office365 ですね、配信ソフトを常に新しい状態で配信してくれるサービスですけどもそういうものは1円分の料金を前倒してもらいます。 で売上にはすぐ計上しません売上は次々、そのサービスをお客さんに提供した後で売上に計上しますけれどもこの前置き収益は傾向的に伸びているということです。特にこの第3四半期から第4四半期にかけて急に伸びたということです。業績は鈍化しているのはやはり一般的な景気の問題はあるんですけれども企業はこの DX の先行投資を決して止めていないということですね。これが見て取るわけであります それから、このゲーミング、ゲームですね、ゲームの再編がマイクロソフトから始まったということでありまして、アクティビジョンブリザード、今ちょっと業績は悪化しています。これ、の今年の秋から冬にかけてですね、コールビリティの新作出ますんで、その前の買い替えというふうに考えておいていいんだろうと思います。あと、エレクトリックアーツ、ここは堅調な業績になっております。 あのやはりスポーツゲーム、それから APEX ですね、これが大変好調だということなんですが、えー、買収対象に、買収対象というよ身売りの話を自分からどうもやってるみたいでありまして、えー、最近出たニュースだと、アマゾンが買うんじゃないかという話が出ております。えー、要するに、あのマイクロソフトがアクティビジョン・ブリザードを買うといった途端に、えー、欧米のゲーム会社は再編過程に入ったと。 いうことです要するに独立系のゲーム会社がどこかに身をとなわないといけないということですね。そうしないと来たるべきメタバースの時代に生き残れないんじゃないかという危機感を誰もが持ち始めたということです。マイクロソフトはゲームを使ってメタバースのキークチンするということこれが方向性としてはっきりしてきているということです。 まああのゲームの会社でですねメタバース嫌だという会社もいないわけなんで、えー、ここが今後の一つ注目点になってくるかなというふうに考えておりますはいそれからエンターテインメントでですねこれウォルトディズニーぜひ注目してみたいなというふうに考えておりますあのちょっと数字を飛ばしますあの文章を飛ばしますけども実は四半期の業績が急速に良くなっていると。 いうことです。アメリカ国内のテーマパーク事業が今急回復してきているということです。それからですね12月に今大赤字なんですが、ディズニープラスという配信サービスやってます。これの値上げをやります。値上げをやるとともに広告付きのコースこれも出しますと。 これがお客さんからどういう反応を受けるかというのが要注目ということでありましていい反応を受ければ今この赤字のディズニープラスのですねこの赤字がおそらく急速に縮小していくその可能性があるということであります。ということで業績ですね結構いい伸びになってくるんじゃないかなというのが私の考え方であります。 これですね、この会社、大きく見ると2つの部門を持ってまして、ディズニー・メディア・エンターテインメント・ディストリビューション、これが映画やドラマの配信、それから動画配信のサービスであります。で、一定の利益がちゃんと出てきているということ、これ、注目していただきたいと。 もともとずっと安定的な利益が出てきていると今唯一のネックがこの動画配信サービスの赤字ということでありますでその下のディズニー,パークス・パークス・エクスペリエンス・アンド・プロダクツこれがテーマパーク事業であります要するにディズニーランドディズニーワールドであります巣ごもりの中であの新型コロナの中で開業できなくなったんで赤字になりましたそれが急速に今回復してきているということであります でベースとなるそのセグメントの営業利益の合計が回復してきているということでここからです、ね、12月のディズニープラスの値上げというものがあったときに業績の回復度合いがさらにいいものになってくるのではないかということでありますこのです、ね、真ん中の,この動画配信これが赤字になっていると売上が増えていますで会員数はもっと増えています。 でディズニーが持っている動画配信サービス、ESPN、これスポーツ系です、それから Hulu、これ映画、ドラマですね、それにディズニープラス、これ、みんなひっくるめますと、今、ネットフリックスの会員数を抜いているということでありますんで、成長性は非常に高いと思います。 それからこのセグメントの中のテーマパークアメリカ国内のテーマパークの営業利益をご覧いただくと分かるんですが結構いい伸びになっているということですでまだまだですねソーシャルディスタンスが必要ですしあんまり混みすぎると面白くないんで会社側は発見あのチケットの発券制限をやっていますただこの発券制限を少しずつ緩りめていってますのでこういうふうに急速に今損益が回復してきていると。 いうことでありますこの動画配信サービスとこのパークですねこれかなり強いシナジーがあると考えてよろしいかなと思いますんでコロナが始まる前動画配信サービスが始まってるのが2019年の末なんですけどもそこまでの利益にあと何年かはかかるかもしれませんが戻っていくんじゃないかなというふうに思います。 あのチャート見ていただくとです、ね、あの株価的には結構、大続権でありますのでこれ、長期投資として面白いのではないかなというふうに考えております。えー、駆け足でして申し訳ありません、最後に EV でありますが、えー、っとこの6月の世界の EV の月間販売台数、この EV の中で PHV や PHEV ですね、こういうものを含めてはいるんですけれども、過去最高を更新いたしました。はい で大手はやはりテスラということになってまいります。で、テスラの業績なんですが、1年前に比べればいいんですが、やはり、上半のロックダウンがダメージになっております。約2ヶ月内3ヶ月間、ですね、上半工事、動かなくなりましたんで、第1四半期に比べて第2四半期は減収減期ということになっておりますけれども、上半工事を今、着実に稼働開始しております。 であとですね、新工場のベルリン新工場とテキサス州王室ンの工場、これがやっぱりちょっと問題を抱えててですね、あの稼働率が急に上がるもんでもないんですけれども、ここはあの着実に今、上がっていっているということでありますんで、あの結構大きな率の増収増益にな,な,なっている会社ということでは変わりないだろうと思います。 まあ、あのこれが EV の生産販売台数ということなんですけれども、祝、えー、月期はまた回復軌道に乗っていくだろうということです。で営業利益率はです、ね、やっぱり高い状態が続いてますんで、えー、生産台数が増えれば増えるほど、やはりこの営業利益率は高くなっていくというふうに考えていただろうと思います。で生産体制ですけれども、えー、3か月前に比べると、上海が今、75万台以上。 でベルイン・テキサスがおのの25万台以上、これあの、半年1年経ちますと、もっと生産台数、拡大してくるだろうと思いますんで、えー、引き続きテスラには注目していきたいというふうに考えております。掛、えー、け押しになって申し訳ございませんが、まとめでありますけれども、えー、半導体では AMD、エヌビディア、温泉コンダクター、シノプス、ASML、レーザーテック、このあたりに注目したいと。 それからマイクロソフトとエレクトリニックアーツですね IT とゲームあとウォルトディッニー、にテスラ、えー、合わせて10名柄ございますがこのあたり注目してみたいと考えておりますはい、えー、ということで、えー、ちょっと短い時間になりますけどもあのご質問をお願いしたいと思いますがもう書き込んでいただいているみたいですのでこちらから えー、見ますけども、えーっとですね、日本の半導体はです、ね、結局のところデバイスだとなかなか出てこないんでどうしても注目する分野となると半導体製造装置と素材ということになると思いますシリコンウェアあとフォートマスクのあるいはレジストのような素材ですねその辺りになると思いますで半導体製造装置はこの5社とも優秀なんですが えとちょっとですね、スクリーンホールディングスだけ、えー、東京レクトロンがあ洗浄装置に対してものすごく熱心にやっております、DNAM 向けに新型の洗浄装置を出して、一部のメーカーに非常にいい評価を受けているんで、大変強気になってますんで、ちょっと株価的には、あスクリーンホールディングスの株価あ上がりにくい状態になるかもしれないですね。はい えっとですね、テスラ社の値上げの連発それはです、ね、確かにあるんですけどもただです、ね、実はあのアメリカの場合ですとこれインフレですんで大体中得所得者から上の賃金もやっぱり上がってるんですね。えあのなんであの値上げをしても日本ほど大きなダメージというわけじゃないです。相変わらずテスラあの受注抱えた状態に なっているというふうになります。A.M.D. と中国の関係えっとなんか記事に出てたみたいですが、まだちょっと読んでないんですけどあのですね、上海工場ってやっぱり非常に重要な工場で、あの今七十年産75万台あります。でおそらくですね、一年ぐらいかかるかもしれませんが100万台ぐらいにはなるだろうと思います。で、中国はもう E.V. は当たり前のものになっております。 で今あの、テスラの最大のライバルが BYD になっています。BYD も今、非常に思い切った政策を取ろうとしていてです、ね、ガソリン車は、う今年来年あたり全部やめると全部 EV になるというふうなことを言っていますので中国はやはり競争が激しいんですけども EV、えー、の,、e、の成,長成長市場と言っていいだろうと思います。はい ASML 長期保有ということですけれどもどれくらいの期間、まあ、23年ぐらいじゃないですか23年ぐらいだろうと思います。設備投資はですねどうしてもどっかの時点で、えー、頭打ちになって減るところがあ出てくるかもしれませんので、えーまあ、とりあえず23年は持っといてもいいんではないかなと思います。イ、えーね、インンテテルルは正直言って難しいですインテルの転換点にななりそうな あものとしてはに二千二十三年来年ですね七ナノラインが稼働開始しますおそらく、えー、後半です、えー、ところがですね初戦七ナノなんであの TSMC から三ナノを仕入れて売るという話があったんですがどうもなかなか難航しているようなんでそうするとですねその AMD の五ナノにまたやられてしまいますので。 ちょっとインテルは今生還しといた方がいいと思いますねあのむしろ AMD を押したところを買っておいた方がいいんじゃないかなと思いますえー、とですねあのね TSMC はクソ株じゃありませんあの立派な会社ですあの会社がないとあの世界は終わ,終わるんですよ、えー、終わるんですけどもやっぱり地政学的リスクがどうしてもあるんで TSMC 買うんだったら TSMC から大量に半導体を調達している AMD や NVIDIA を買った方がいいだろうと思います、はい。ということで、ごめんなさい、アリババ・テンセントはちょっと見て,み見てないので、えー、申し訳ないです、はいあ。ごめんなさい、私ちょっとさっき勘違いしまして、AMD と中国の関係。 えですね、ごめんなさいあの、テスラと中国の関係と勘違いしてました、ごめんなさい、AMD と中国の関係って、なんかあ,ありましたっけ、市場の一つだと思いますけど、ちょっとあ,のあまり詳しく見てないんで、えー、ごめんなさい,、はい、ごめんなさい、ちょっと塩のぎの見通しはもう最近、ちょっと薬品まで手が回ってないんで、えー、見てません、ごめんなさいはい。 ちょっとですね TSMC 非常にいい会社なんですよ、本当にこの会社はもうすごい会社です、はっきり言って。ただ残念ながらです、ね、でこれ、中国があれだけその演習をやったりです、ね、ドンパス準備を進めているということになると、やっぱりちょっとあの買うということになると、あの本当に長期投資でいいんだったら、それでいいだろうと思います。あのバリエーションはあの結構安い状況になっておりますので えー、それはそれでいいんですけどもただちょっと急に、えー、上がるというわけにいかないかなというふうに思いますあとですねトヨタの EV 計画は遅くありませんかあ遅いですはっきりと遅いです、えー、もっと早くしないといけませんけどもあの電子の調達間に合いませんからなかなか難しいと思います 防衛株についてはあの9月15日の株式セミナーでちょっとお話ししたいと思いますのでちょっと待っててください。えー、ルネサスよりも例えばオンセミを見てみた方が面白いと思います、えー、ルネサス頑張っていろんな買収をやってますけどもやっぱり日本の自動車メーカーが主要顧客ですんでどうしても前よりは値引きは軽くなってますけどもやっぱり値引きはきついですので。 あの温泉のビジネスなんか結構ドライなビジネスやりますからねやっぱり収益重視の会社に投資した方がいいと思いますはい、えー、ということでですねあの今回、えー、これでお開きとしたいと思いますご清聴ありがとうございました今後ともよろしくお願いいたします